マイクラブ、マイケル・エドワード・ラブ、マイケル・エドワード・ラブ、1941年3月15日帯は、ザ・ビーチ・ボーイズの結成メンバーの一人。ビーチ・ボーイズでは主に、リード・ボーカルを担当し、多くの曲を作詞した。ウィルソン兄弟のいとこである、母親が、ウィルソン兄弟の父親の妹。マイクラブは、ビーチ・ボーイズの初期ヒット曲の多くで、リード・ボーカルを担当した。 その中には、サーフィン、409、サーフィンサファリ、サーフィン u s a リトルデュースクーペ、ファンファンファン、ビートル・トゥ・ユア・スクール、リートル・セイント・ニック、パンチでイこう、アイネット・アラウンド、カリフォルニア・ガールズを含む。彼のボーカリストとしての役割は次第に小さくなっていったが、ライブステージでは一貫して進行役を務めた。マイクは、 ビーチボーイズのヒット曲の大半を作詞した。多くは、サーフィンと恋愛をテーマにしたものであった。バンドの初期のホットロットナンバーは大半を、ゲイリー・アッシャーとロジャーリスちゃんが作詞した。作曲にも多少だが関わっており、例えば1964年のナンバー1ヒッと、I Get Around のイントロのフレーズは、作詞、作曲ともマイクによるものである。年代に入ってからは、 ビッグサー、誰もが君を愛してるなどの単独作も発表している。ボーカリストとしては、かなり多彩で、一般的に一連のサーフィンホットロッドソングで、聴ける、鼻にかかった、上舌な歌唱で知られるが、一方、発車場ココモなどのスローや、ミーアムな曲では、囁くような歌唱も聴くことができる。コーラスでは主に低音を担当し、ブライアンのファルセットと並び、 ビーチボーイズのハーモニーを特徴づけるものとなっている。1960年代後半にリーダーであったブライアン・ウィルソンが精神疾患と麻薬によって活動ができなかった時にマイクはバンドの中心的存在としての役割を果たした。その描写の正誤に関しては議論の余地があるがバンドの物語において彼はしばしば悪巻として描かれている。彼は 保守的な考えを持っているにもかかわらず、ポップミュージシャンとして初めてトランセンデンタルメディテーション、超越瞑想に関わることとなった。彼は1968年前半に、ビートルズやドノバンと共に、インドの理史形種で、マハリシマヘッシヨギと出会った。彼は、トランセンデンタルメディテーションの視聴者で、1968年の、フレンズでは TM をテーマとした曲を収録した。 1960年代後半になると、ブライアン・ウィルソンはツアーに参加せず、カール・ウィルソンがバンドのリーダーシップを取るようになるが、1980年代前半になると、マイクがバンドを支配するようにり、1960年代のヒットの再来を願い以前の夏、サーフィンをテーマとした曲を録音するようになる。楽器は主にテナーサックスやダンブリンを担当した。 シャットダウンの感想、レコード、ライブともで、たったに読んながら彼のプレイが聴ける。ここものミュージックビデオでもサックスソロを演奏している。実際のプレイは、ジョエル・ペスキンによるもの。ギターやピアノも多少なら演奏でき、レコーディングやステージでは演奏しないが、作曲には活用している模様である。当初のグッドバイブレーションのライブ演奏では、マイク自ら歌いながら、 リボンコントローラーを演奏するシーンが印象的だったが、1970年代後半からはツアーメンバーがシンセサイザーで代用するようになった。1998年のカール・ウィールソンの死去、アルジャーディンの事実上脱退に伴い、マイクはビーチボーイズ名義を用いてライブ活動を行う権利を有する唯一のオリジナルメンバーとなり、現在もブルース・ジョンストンや ツアーメンバーと共に世界中でライブツアーを繰り広げている。2012年4月から9月までビーチボーイズのデビュー50周年リユニオンプロジェクトに加わりレコーディングとワールドツアーに参加したが同年10月以降は再びブルースとのリユニオンのバンドでツアーを続行している。ブライアンがペットサウンズの作詞家トニー・アッシャーやスマイルの共同制作者版 ダイクパークスに依存するようになり、マイクの地位は彼らに奪われることとなった。そのことが原因でマイクは、ブライアンと彼の1965年後半から1967年前半の作品に対し、ますます敵意を抱くようになった。それらの作品は、現在、音楽評論家やファンたちから、ブライアンの経歴における最も創造的な時期の作品と広く認められる。 伝えられるところによれば、マイクは、ペットサウンズのマテリアルに対して、バンドが反対するように導き、特に、ハングオンという英語の収録に反対した。しかしながら、この時点で、ブライアンはまだマイクの反対を押し切るほどのバンドに、対する、支配力を保持し、同曲は書き直され、救いの道として、結局収録されることとなり、アルバムは多かり少なかれブライアンが意図したように、完成した。 マイクはパークスの死に対して個人的な強い嫌悪感を明らかにしたが彼はバンドが成功したイメージを放棄することによってそう人気を失う危険を犯すことを心配したとしばしば語った。マイクのペットサウンズに対する見方に影響を及ぼしていたもう一つの要因はブライアンが1964年後半にツアーへの参加を取りやめスタジオ活動に専念することになった一方 マイクをはじめとするバンドのメンバーは、ブライアンの作り出す、ますます複雑になった曲を演奏しなければならなかったことに対する不満である。ブライアンの急速な音楽的進歩が、バンドをますます困難な位置に追いやったことに疑いはない。グッドバイブレーションの場合、ブライアンはセッションミュージシャンを起用し数月の期間をかけて、録音を行った。グループは単なるボーカリストに過ぎず、 ブライアンの複雑なアレンジはバンドがステージで演奏するのをほとんど不可能にしていた。結果アレンジを簡略化したり、後年にはツアーメンバーを補充したりしてライブでの演奏を乗り切ったが、レコードで聴ける深みのある音像には及ばなかった。なお、2005年にマイクはペットサウンズをフェーバリットに上げているものの、2004年に ブライアンの手により完成されたスマイルについては聞く気がしない。ビーチボーイズで完成させた方がずっと良いものになったはずだ。という見解を表明している。マイクは1992年、ブライアンに対し、1962から66年にビーチボーイズで発表された48曲について、実際には作詞作曲に参加したにもかかわらず、ブライアンが気まぐれで、 自分をクレジットしなったと訴訟を起こした。その訴えは1994年、うち35曲について認められ、以後それらの曲にマイクもクレジットされることになった。マイクはこの訴訟で50万ドルを得た。この訴訟はビーチボーイズと疎遠になっていたブライアンをバンドに引き戻す目的もあり、そのかいあって、ブライアンは1995から96年、一時的に ビーチボーイズに復帰した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。